んにちは、エクスプラスの2代目こと梅地です。本日はワンダーフェスティバルの前日、7月29日の午後4時46分頃です。エクスプラスのチームみんなで頑張って準備してます。皆さん準備どうですか？こういう仕込みで冷たい反応をもらうようにしてじゃあちょっと今のうちに個別にアイテムの紹介と、あと今回の目玉展示は円谷プロダクション様のブースで大怪獣シリーズ20周年を記念して、ウルトラ Q から帰ってきたウルトラマンまでの大怪獣シリーズを一挙展示しています。まずはそちらから紹介しましょう。行きましょう。はい、円谷プロダクション様のブースにやってまいりました。今回大怪獣シリーズが、20周年ということで、ウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブン、そして帰ってきたウルトラマンまでの計168体の大怪獣シリーズを一挙展示しております。ここからの映像でも迫力が伝わってくるんですけど、それぞれちょっとピックアップして紹介していきます。行きましょう。さあこちらから、やはりここから始まったウルトラ Q ですね。こちらもコンプリートしておりまして、なおかつカラー版とモノクロ版も当時発売がございました。今回はカラー版の展示になるんですけども、ゴメスから始まり、リトラ、ペギラ、こちらマンモスフラワーですね。 M1 号も、そしてガラもバルンガもいいですね。これはよく話に出る開けてくれですね。真ん中にスダールがドンといるっていうところがなかなかいいですね。ボスタングもしっかり貼れております。あ、見てください、あのセミ人間はですね、透明の服も別パーツでちゃんと着せてるというこだわりです。これもぜひ見ていただきたいですね。はい、続いてはついにウルトラマンシリーズです。ベブラーから始まって、バルタン星人、ゼロンガ、ラゴン、グリーン、モンス、ゲスラもトゲが細かいですね。これはすごい。怪獣も落ちたい。フィグモンもいますね。風船もついてます。ジラス。いいですね。そして、2段目、ジャミラ、テレスドン。ケムラ、ケムラいい顔してますね。僕好きな怪獣です。グルトンは先端にキラキラもついてるというこだわった彩色と再現ですね。ガバドンも AB どちらもいます。ガマクジラ下見てます。ここはですね、ドラコ注目してください。この羽、鉄線のような形で開いたり閉じたりできます。差し替えではないです、可動です。これはすごいですね。ダダもいらっしゃいます。ゴモラ、ウーが結構睨みを効かしてます。そしてケロニア、かっこいいですね。ザラガス、ザラガスはこれは、甲羅が取れた、あ、取れますね、取れます。ここも再現してます。さあ続いてはウルトラセブンですね。あ、YR 星人、このパーツの細かさ、これはすごいですね。あ、ミクラス、ミクラスもちゃんと、毛がね生えてます。お、エレキング、またウルトラマンと怪獣とはちょっと違ったデザインの方向性がまたいいですね。キラソ星人、メトロン星人、ナースも長いです。長いところも再現してます。あ、この恐竜戦車見てください。このキャタピラもちゃんと別パーツ、細かいです、再現が。ギラドラス、ベル星人も、コーラ透明になってます。キングジョーのこのアンテナも全部別パーツでお客様に接着いただく仕様です。ちょっと面倒なんですけど、すいません。
プラ蓄成陣もいいですね。このロールもロールだけで何パーツ使ったんやというコストのかかりようだったと思います。壮観ですね。ガッツ星人も2体、腕の表情が違いますよ。いいですね。ファンドンは強かった。かっこいい。さあこちら帰ってきたウルトラマンのブースです。ウルトラマンとウルトラセブンとかと比べて密度が高い。なぜかというと角とか尻尾とかデザインが豊かですよね。ご覧ください。こちらもう熱いですね。こちらから私の個人的な話にはなるんですけども、企画に参加し始めた頃の思い出深い怪獣たちがいっぱいいます。中でもキングストロン、こちら私の一番最初の担当した企画ですね。おまけはクプクプでした。マグネドンもかっこいいですね。ベムスターはもう帰ってきたウルトラマン代表する怪獣ですね。かっこいい。帰ってきたウルトラマンも僕は一番好きなウルトラマンですね。ナックル星人とブラックピンク、これはもう思い出すだけでもドラマを思い出して、ちょっとこう切なくなるというか。いいですね。レッドキラー、これもかっこいい。ビミゴン、ミステラー星人も善悪しっかり出します。そしてバット星人と Z2 代目の2代目が、私のなんていうかね、ペンネームの由来ですかね、確か。はい、いやいいブースですね。かっこいい。続いては、つぶらやストア様のショーケースにやってきました。こちらはつぶらやストア様で購入できるウルトラマン、ウルトラセブンたちの商品を並べてます。じゃあ特徴としてはやはりパッケージですね。この開封しなくても扉を開けば、かっこいいウルトラマンやウルトラセブンがいて、そしてこの写真ですね、こちらもかっこいい、象徴するような画像を入れてます。ザルブ星人にしてウルトラマン、そしてウルトラマンとゼットンの最終対決のセットですね。こちらもかっこいい。ぜひご覧ください。ここでつぶらやプロダクトの藤田様に、出ていただきまして、今回のブースの見どころの方を教えていただこうと思います。こんにちは、つぶらやプロダクションの藤田です。この度は大怪獣シリーズ20周年おめでとうございます。実は僕も20数年前に、もうこのウルトラ Q のブリスターパックに入ったものから、ゴメスから買い始めたというか、買い揃えたので、ここから20年だっていうのをすごく感慨深く今日見てました。で、ウルトラ Q から始まって、ウルトラマン、ウルトラセブン、入ってたウルトラマンと、でまだまだこれから20周年終わって30周年、40周年と X プラスさんとこのシリーズ続けていけたらと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、もう一枚いきまーす。もっと前に行きます。もうちょっと近づいてもらってもいいですか。よいしょ。ということで、つぶらやプロダクション様のブースの紹介でした。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。では続いてはエクスパラスのブースすぐ隣です。行きましょう。さあやってきました、エクスプラスのブースです。早速新商品見ていきましょう。大怪獣シリーズウルトラセブン、今回はエメリウム光線ポーズバージョンです。少年陸限定版はアイスラッガーの発射ポーズの腕もつきます。かっこいいですね。ウルトラセブン55周年、こちらも記念した商品になると思います。ぜひチェックしてください。そして怪獣カラーはアンノンです。こちらこの硬そうなディテールとこのポーズの柔らかさの対比、これを楽しんでください。そして次が出ました、サータンです。ついにサータンが出ました。
こちら原型でも植毛しております。商品でもなんとか再現の方法を今検討しております。ご期待ください。そしてあケンタウルス星人グラナラス、こちらも着々と帰ってきたウルトラマンのコンプリート計画に向けてどしどし登場しております。こちらは鳥獣コーナー、うわ鳥獣の中に1匹このウルトラマン太郎のサボテンダーが混じってますね。こちらは、エースのサボテンダーとは違ってるのになぜかウルトラマン AT が立ち向かってるという、夢の対決ですね。エースはどこ行ったというような、あエースは上にいますね。こちらも強敵相手に頑張ってます。ガラント、ジャンボキング、ドロゴン、あこちらも、大怪獣ラジオで取り上げましたスルク星人、このような感じになっております。セブンガーとレオ、スルク星人相手にしますよ。目の透明感、これはまだ塗装の見本なんですけども、いい輝きになってます。そしてオイルドリンカーにバードン、対するウルトラマン太郎、かっこいい怪獣たち勢ぞろいしてます。さあ続いては、新ウルトラマンの怪獣たちですね。こちらも発売済みのネロンガ、そしてガボラ、そしてついに外星人登場です。ザラブ星人とメフィラス、こちらもかっこいいですね。この佇まいいいですね。 EA 進行中ですね。メフィラスポーズも2種類あります。こちらも新しい情報をお待ちください。ここからは注目の新商品を個別にピックアップして紹介していこうと思います。それぞれの企画担当者にインタビューしながらアイテムをご紹介いたします。ではまずはデフォリアルトラウマガメラです。企画担当された松原さんに見どころを紹介いただこうと思います。今回のデフォリアルのトラウマガメラすごくかっこいいんですけど、こだわった点というのはどういうところですか？そうですね、やっぱり劇中では一瞬しか本当出てこないんですけども、そういうわずかな印象であったり、あとはもうできる限り資料を編集さんと集めさせていただいて、まあ、そこから来る印象みたいなのを、まあ、しっかりデフォルメしつつ、まあ、凝縮して変形のフォルムとして落とし込んでいただいた感じですかね。そうですよね。で今回すごく個人的に気に入っているのは、やっぱこのデフォリアルっていうシリーズと、とてもこのトラウマガメラのディテールの相性がいいなと思ってまして、まあ、結構このねトゲトゲしたまがまがしいフォルムなんかもデフォルメしてこうギュッとなったことによってより際立って、まあ、かっこいい感じになったかなと思っています。もう一つ紹介せずにはいられないこちらのおまけは何でしょう？そう、これねもう分かる、ダムスギャオスっていうことで、トラウマガメラと直接関係ないやんっていうのは分かると思うんですけども、ガメラ3っていう作品を今で見た時にこのギャオスもやっぱりすごく印象深かったので、まあ渋谷のねガメラと戦った時にちょっと苦しそうにしてたギャオスを。ぜひこちらのトラウマガメラは2023年11月発売予定なので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。限定版にはこのギャオスがついてます。楽しみにしてください。では次のアイテム行ってみましょう。続いてはプラスチックモデルキットから新商品を2つ紹介します。ハウシーナ、ハロー、ナイスミユー。このドラキュラはいつのドラキュラ？This Dracula isFrom the 1931 Dracula movie, Universal Dracula, which still to this day is one of the icons of horror movies. And well, the points that we try to recapture are the facial features and the expression. Bela Lugosi's Dracula's facial expression, as well as the very iconic hand pose, Dracula hand pose.And also we tried to add the atmosphere, the very mysterious atmosphere of his castle and animals like the bats and the rats that appear in the movie. もう一つ紹介したいことがあるんだ。 Yes. And as you can see, this model kit will come with two designs of the vests that both appeared in the Dracula movie franchise. And you can basically...choose between these as you build your model, and we hope you enjoy these designs.
これからもユニバーサルモンスターたちの立体化は続きますので、ぜひチェックしてください。では続いてはプラスチックモデルキットの新商品の紹介をしたいと思います。今回彩色見本での展示となりますのが、ジュラシックパーク3に登場した35分の1スケールのスピノサウルスです。7月発売になりました、ティラノサウルスが第1弾だったんですけど、第2弾はスピノサウルスで、もう発売になっている頃の商品だと思いますので、今回ティラノサウルスを細かく分割したプラスチックモデルキットの流れを踏襲しまして、このスピノサウルスもできる限り鱗とか鋭い歯とかプロポーションを崩すことなくプラキットにしようと今開発をしております。中でもティラノサウルスを例にとって紹介するのですが、細かくパーツ分割をしてるんですけども、この中に核としてインナーのフレームを作ることによって、それを皮膚を貼り付けていくような立体パズルのような構成になっておりますので、そこまで組み立ての難易度は高くないと思います。なのでサクッと組み立てて塗装を楽しむペイントモデルとしてもいいと思います。ぜひ皆さん作って塗って楽しんでください。では続いては X プラスがお送りしますオリジナルキャラクターのスペースサイクロップを紹介します。お、ピンキー一緒の T シャツ着てるね。なかなかかっこいいと思うよ。今渋谷ロフトで企画展を開催しております。8月13日まで即日と各種雑貨も取り揃えておりますので、ぜひ皆さん足を運んでください。なかなか可愛いやつらが待ってます。というわけで駆け足でお送りしました、ワンダーフェスティバル2023夏のつぶらやプロダクション様のブースト X プラスのブースを紹介いたしました。今回ご都合が悪くイベントに参加できなかったファンの皆様も、この動画や SNS で、そのイベントの状況を楽しんでいただけますと幸いです。ではまた、次回のイベントでお会いしましょう。さよなら。